どうも、超驚きの錯視におったまげる準備はいいですか？人間の脳がどれだけ簡単に騙されてしまうかを知る良い機会になるはずです。では11個の錯視をご覧いただき、一番驚かされた錯視を教えてください。では1つ目の錯視、注意して見てみてください。何が見えますか？単色の模様の上に 3D の球体が見えてくるのではないでしょうか。あるいは平らな表面にボールが浮かんでいるように感じる人もいるかもしれません。ただこのイメージは実際には 2D です。模様の配置が原因でこのような錯視が起こります。さてもう一つ、実は平らなのに 3D に見える画像を見てみましょう。皆さんはどうか分かりませんが、私にはシマウマのシマ模様の砂丘に見えます。しかし現実はそうではありません。異なる島の幅とポジションのおかげで 3D 効果が生まれているのです。さてこちらの絵をご覧ください。一瞬たりとも目を離さないでくださいね。ほら、円が移動し始めました。これはよくある運動錯視です。この錯視の最も面白い点は、絵の一部だけに目を向けると円が動きを止めるということ。早速試してみてください。周りにも気を配り出すと、また運動錯視が始まるはずです。まさに魔法みたい。こちらの円は初め単純で面白みがなく思えるかもしれません。さて絵の中心の点に集中しながら頭を前後に動かしてみましょう。ひし形によって形成されている円が回転し始めてきませんか？画面に向かって頭を傾けると一方向に動くはずです。イメージから離れると反対向きに回転し始めます。すごいですよね。ではもっと困惑するような絵を見てみましょう。こちらのイメージをご覧ください。格子模様が垂直に動いていますよね。いな、実は斜めに動いています。この錯視は対角線上に走る縞模様が垂直の軸を中心として水平線上に回転していることで起こります。見ている人には縞模様が棒の周りではなく下に向かって動いているように見えるのです。なぜでしょう。皆さんは垂直の窓から棒を見ているため、実際に起こっていることの全貌が見えないからです。こちらのイメージをご覧ください。キネティックな錯視によって流れているような、輝いているような、動いているような印象を受けませんか？実はこれは同じ中心からたくさんの線が伸びている静止画です。次にご覧いただくのは美しい錯視です。長く絵を見つめれば見つめるほど絵が動いているように見えませんか？このイメージは全くの静止画であるにもかかわらず回転している印象を与えます。このような錯視は様々な大きさの円と相互に作用し合う色の対比に皆さんの目が反応して起こります。わあ、鮮やかで綺麗ですね。しかしあまり長い間は見つめないようにしましょう。軽い頭痛を覚えて目が痛くなってくるかもしれません。さて警告はしましたからね。円がすべて反対側に向かって回転しているように見えませんか？かなり強烈な効果に思われるかもしれませんが、実はアニメギフではありません。完全な静止画ですが、デザインと色のおかげで輪が動いているように見えます。さてこちらの紫色の 3D の絵をご覧ください。素敵ですよね。一つだけ問題があるとすれば、もうわかると思いますが、 3D ではないということです。
変わった鮮やかな模様によってこのような錯視が起こります。さて、3D 錯視をもう一つ見ていきましょう。今度は膨れ上がるように見える格子模様です。注意深く絵を見てみましょう。四角はすべてまっすぐです。境界線は平行で垂直になっています。それにもかかわらず、脳はイメージがドーム型だと認識してしまうのです。この現象の理由は点に関係しています。この点は境界線の四角には触れていません。すべて若干の余白が残されています。しかし、脳はこの余白を線として解釈してしまうため、皆さんの認識が混乱してしまうのです。それにより、正しい角度ではなく、一部は鋭い角度、残りは鈍角として認識されてしまいます。こちらのイメージでは、すべての角が垂直、水平、または45度になっています。そんな風には思えないと皆さんは考えているはずです。このイメージでもう一つ面白い現象を見てみましょう。動画を一時停止してイメージを止め、バーを上下にスクロールしてください。錯視に動きが加わったように見えますよね。興味深い。では、どうして人間の脳は錯視によって騙されてしまうのか考えてみましょう。目から脳に送られている情報が間違っているということは皆さんお分かりですよね。しかし、その情報を…さて、錯視を利用して自分の心理学的特性を暴いてみませんか？乗り気です？ルールはシンプル。初めに見えた映像に集中してください。この絵の中で馬が見えたら、あなたは貴重な友人。素晴らしいコミュニケーションスキルを持っていて自信があり頼りになる存在。初めに見えたのが馬の頭だった場合、すべてに対して批判的で他人の意見に全く左右されない人であるということです。次の錯覚に行ってみましょう。ここでワニが見えた方は静かな生活を好み、新しいことに対してはオープンでないということを示します。しかし初めに見えたのがボートの場合、他人より想像力が豊かで、細部まで気を配ることができるということ。若い女性が見えた人は、分析的な頭脳を持っていて、左脳をより使用しています。年老いた男性が見えたら、あなたは他人に対して共感的な、とても優しくて繊細な人。想像力が高く、右脳をより使用しています。この絵の白い柱は、心地よさと安全を好むことを意味します。しかし、もっと経験を得て新しいことを成し遂げるためには、自分のコンフォートゾーンから出ていかなければなりません。初めに見えたのが、二人の男性のシルエットだった場合、一つの場所に居座っていることができず、常に動き回っているような人であるということを示します。花が見えますか？女性の顔が見えますか？花が見えた場合、あなたは自分の暮らしている世界に感謝していて、自然を愛しているということです。初めに目を引かれたのが女性の顔だった場合は、正しい決断をするために周りの環境の詳細に目を配る能力を持っています。オレンジの爆発雲が見えたら素晴らしいリーダーシップ力を持っています。しかし、この絵で最初に見えたのが黒い指だった場合、あなたはとても思いやりのある寛大で優しい人です。二つの顔が見えました？それならあなたは外交的な人、社交的で常に他の人のことを考えています。しかし周りから影響を受けやすいので、いい人たちで自分を囲むようにしましょう。ここでキャンドルの棒が見えたら、あなたの性格は真逆です。他人より自分のことを考え、たくさんの人がいるうるさいパーティーよりも家で一人でいることを好みます。これは怖いですよ。スカルが見えたら決断を下して前に進むのが苦手であることを示します。しかし勇気を出して状況を乗り越えなくてはいけません。これが強くなるための唯一の方法。女性が見えたらおそらく感情的にも肉体的にも縛られたレモンのように感じているのではないでしょうか。人生の辛い時期を抜け出したばかりなのかもしれませんね。いずれにせよ、明るく行きましょう。
木が見えたら全てを完璧にしたくなってしまう野心家ですね。はじめに根が見えたら、あなたは改善を求め努力し続ける向上的な人です。絵全体が暗い唇のように見えたなら、何かを深掘りしたり研究したりするのがあまり好きではないということです。あれれ、これはチョコレート唇でしょうか。ここには何が見えますか？川と崖ですかね。その場合は人生の変化にすぐに適応できる楽観主義者であるということを意味します。しかし、初めに見えたのが白い猫である場合、安定を好み、感情的、精神的にバランスの取れた状態であるということを示します。あと、猫好きみたいですね。顔が見えたらかなり想像力が高い証拠。世界の様々なところから新しい機会を見出して好奇心旺盛です。うわ、爆発？と思った方はすぐに怖がるタイプ。新しいものや未知のものに対して恐怖を感じます。自分自身と対立状態にあるのかもしれませんね。しかし、煙の中に情熱的なキスが見えたら、あなたは人生の中で人間関係と家族を最も大切にしています。これこそあなたにとって一番重要な優先事項なんです。あー、かわいいクマさん。クマが最初に見えたら問題を解決するのが得意ということ。遠くから状況を見て全ての詳細に気づき、ベストな解決策を導き出します。この絵は山の景色だと思った方、もっと感覚的な方です。決断を下す際はシックスセンスに従います。あなた、現実主義者ですか？大きな青い猫が見えたらその答えはイエス。あまり幻想を抱いておらず、世界をありのままで見ているため、どのように取り組むべきか計画を立てることができます。小さいネズミが初めに目に入ったなら、最悪な状況の中であっても必ずポジティブなものを見つけることができます。コップは半分、いっぱいだから大丈夫という楽観的な考えの持ち主なんです。さて、次の錯覚。窓にいる女の子が見えたら用心しましょう。これは何か不快なことが起こると思っていることを示します。さらに、衝動的な人であるということでもあります。スカルが見えたらあなたは悲観的な人。友達は皮肉かと思っているかもしれませんが、自分的には現実主義者だと思っています。想像力 VS 分析力。何が見えますか？赤いサクソフォン奏者が見えたら、情報をシステム化して分析するタイプです。数学と外国語が得意。女性の肖像が見えたら感情的で創造的な人であるという証拠。鳥が見えますか？それならちょっとぼんやりした空想家です。ただ世界をより良い場所にしようと努力し、実現のための方法を編み出すのが得意。ライオンの大きな顔が見えたら、自分の不安に立ち向かって勝者として戦いを終えるかなり勇敢な人です。さて、今度はワニ。それなら自分の人生は自分が率先して管理したいタイプ。生まれつきのリーダーのため、他人からの命令を嫌います。真ん中に鳥が見えたら他人を助けたいということ。信頼できてフレンドリーな人というわけです。さて、初めに見えたのが車だった場合、自分の自由を大事にする人。予期せぬ旅に乗り出して新しい人に出会い、新しい場所を見ることを好みます。双眼鏡を持っている人が見えたなら、あなたは分析的な思考力を持っています。遠くから物を観察することを好むため、小さな詳細を見逃してしまうことも多々あります。たくさんの視覚的情報を吸収することはできますが、小さい詳細にももっと気を配るべきです。 A という文字が見えたら、おめでとうございます。わしのような素晴らしい視力をお持ちのため、鮭を捕まえるすらできるかも。かなり発達した直感もお持ちです。ああ、これは難しいですね。男性の顔が見えた女性の視聴者の方は、パートナーをお探し中か、現在のパートナーが最優先になっていることを示します。相手に対して強い感情的なつながりを感じているんです。しかし、女性の顔が見えた場合は穏やかな気持ちで自給自足状態であるということです。男性の顔が見えた男性の視聴者の皆さんは、
他の男性との人間関係を心配しているのでは？同僚、友人、ジムの人などなど様々。女性の顔が見えた男性の視聴者の皆さんは愛を求めているということ。しかし、慌てないようにしましょう。推しが強すぎるのは NG です。これはシャーロック並みの探偵のためのテスト。2匹のリスに決まってますよね。さて、この場合、あなたはかなり怠け者で、細かいことを気にしません。少し頭を左にかしげてみてください。女性の顔が見えますか？初めからこれが見えたという方は、他人と仲良くすることが得意で、異常に注意深い人ということです。それでは心理的な年齢を探ってみましょう。初めに見えたのがお年寄りの顔だった場合、すでに長く色鮮やかな人生を送ってきた証拠。記憶に残るような出来事を経験しています。もし隣同士に座る若いカップルが見えたなら、まだ若くお楽しみはこれからであることを示します。これはすぐに答えてくださいね。初めに見えたものを覚えておきましょう。では始め。笑顔の顔が見えたら、あなたは楽観主義者。開いた本の場合、あなたは賢くて、かなり発達した直感を持っています。バラだった場合、穏やかで優しい人です。傾いた十字架は誠実さを表します。風船は明るさと良い想像力です。初めに見えたのがハートだった場合、優しくて愛情深いということを示します。ライオンの顔が見えた人は恐怖を恐れません。初めにネクタイに気づいた人は決意が固く勤勉です。アイスクリームのコーンが見えた場合は目の検査を受けた方がいいかもしれませんね。この絵にそんなものはありませんから。今回はあなたの観察力をテストしてみましょう。このテストにはレベルが4つあり、次のレベルへ行くほど難易度が上がります。スコアを書き留めておくペンと紙を用意してくださいね。正解するごとにポイントが得られます。レベル1は1点、レベル2は2点、レベル3は3点、そして最終レベルは4点です。動画の最後に一緒に結果を見てみましょう。レベル1、この絵の中には何本の足が見えますか？はい、12本です。男性の革靴の足が6本とハイヒールの足が6本です。2、この絵の中には他の動物に変装した動物が1匹いるので見つけてください。はい、この子豚です。鼻のせいで正体がバレバレですよね。3、この絵に隠れている3羽の鳥を見つけられますか？はい、3羽のアヒルが木の枝の間に隠れています。4、この絵の中でおかしいのは月が2つありますよね。5、この絵の中で奇妙なものを発見できますか？あ、蛇がキリンのふりをしていますね。6、普通のスーパーマーケットのシーンに見えますが、ちょっと変なのは左の女性がスキーを履いていなければ全て普通ですよね。7、ではこの絵はどうでしょう？全て普通ですか？いや、イグジットのサインが間違っていますよね。8、この選択は大失敗に終わりそうですけど、なぜでしょう？白のシャツと赤の靴下を一緒に洗ったら大変なことになりますよね。9、この画像はちょっと変ですが、なぜだと思いますか？猫がネズミを追うのではなく、ネズミが猫を追っていますよね。10、この中で場違いなものを発見できますか？はい、右上に一つだけドーナツがあります。結構簡単でしたね。では次はちょっと難易度を上げますよ。レベル2、11、他と違う猫を発見できますか？この猫は他の猫よりも満足しているように見えます。12、この絵の中には4つの間違いがあります。全部発見できますか？流しの下の地球儀、食器棚の靴、カーテンの代わりのシャツ、そして蛇口の代わりのテーブルランプです。この女性はすごい生活を送っているに違いありません。13、この絵の中で違ったものを発見できますか？女性か人の顔が見えますよね。
14、この中に鹿がいるのが見えますか？うわー、カモフラージュの天才。15、この中に3匹の動物を見つけられますか？ここで聞きたいのは、ウサギはそこで何をしているのかってことですよね。16、この絵には3つの間違いがありますが、すべて見つけることができますか？路面電車用の赤信号とレールがありませんし、日付が12月32日になっていますよね。17、違って見えるのはどっちの女の子ですか？右側の子は男の子ですよね。18、他のマジシャンと違うのは誰でしょう？彼は違った色のマントを着て目立とうとしているようです。19、この絵の中で欠けているのは何だと思いますか？太陽が照っているのにラクダの影が見当たりませんよね。20、他と違う絵文字はどれだと思いますか？はい、両方とも目が開いていますよね。頑張りましたね。でも次はそう簡単にはいきませんよ。レベル3。21、この絵の中にはいくつの立方体がありますか？9つあります。22、この音符の中で他のものと違うのはどれでしょう？一つだけ四分音符がありますよね。23、どの紐がバナナに結びつけられているかわかりますか？1本目に見えましたが3本目でした。24、この絵の中には何匹の動物が見えますか？キツネが3匹います。25、この絵の中でおかしいのは何だと思いますか？空のピッチャーから牛乳が注がれていますよね。26、ここに何て書かれているかわかりますか？ミステリーという英単語です。27、他のユニコーンと違うのは？これです。ユニコーンじゃなくて馬ですよね。28、この絵の中で変なのは？魚にヒレがありません。29、ここに隠されているものは何でしょう？ヒントは生き物。はい、ジャイアントパンダです。30、この画像には何が見えますか？顔かペンギンが見えます。うわー、このレベルは結構大変でしたよね。レベル4。31、この絵の中で蛇を見つけられますか？あ、木の根かと思いました。32、この画像の中に見えるものは？2本の木と女性の頭があります。33、この人の奥さんを見つけられますか？ヒントは近くにいるということです。逆さまにしなければ見えなかったなんて予想外ですよね。34、子供たちは天文学者がまだ部屋にいることを知っています。でも彼はどこに隠れているのでしょう？絶対に見つかりたくなかったようですね。35、この絵の中には捕食者が隠れているのでガチョウたちは危険にさらされています。うわー、見逃してしまいました。不気味な隠れ方をしていますね。36、この絵の中に隠されているのは大きくて鋭い歯を持つ恐ろしいサメです。37、この絵の中に何か見えますか？何個見えました？見る視点によって物乞いにも顔にも見えます。38、この絵はすごく単純に見えますが本当にそうだと思いますか？逆さまにしてみるとウサギが口ひげを生やした男性になるのが分かりましたか？39、ではこの絵の中には何が見えますか？幸せな犬か嬉しそうな猫が見えますね。40、では最後にこれを読めますか？英語でバッドアイズと書いてあります。このレベルは相当難しかったですよね。では結果を見ていきましょう。
スコアの合計が0から25ポイントだったら、もっと観察力を鍛えて向上させましょうか。26から50ポイントだったら、素早い観察力を持ち合わせているので、もっと練習すればすぐにプロ級になれますよ。51から75ポイントだったら、シャーロック・ホームズと同じくらい注意力が優れているということなので、詳細を簡単に観察できるということです。もし76から100ポイントだったら、ちょっとすごすぎで怖くなってしまいます。わしのように鋭い目を持つあなたから逃れることはできません。人にごまかされることはほとんどないことでしょう。科学者によると、脳が情報をどう認識して分析するかというのは、性格に大きく関係しているとのことです。これから出てくる絵を数秒間見てみましょう。最初に見えたものがあなたの性格を表しています。1、木が見える人は詳細に注意を払いすぎる傾向があります。同時に他人の気持ちを理解するのが得意。巧妙で共感力が高いです。向かい合っているカップルに見える人は論理的で落ち着いていて合理的です。相手が動揺したり緊張している時でも、彼らにきちんと説明してあげることができます。2、車が見える人は自由を大切にしています。物事が計画通りに進むのが好きで、素早く決断を下すことが苦手です。双眼鏡を持っている男性が見える人は、あまり細部を気にしていません。代わりに全体像を把握します。A の文字が見える人もいるでしょう。そのような人は、他の人が見逃しているものを見つけられるという珍しい能力があります。非常に直感的で、既成概念にとらわれずに考えることができます。3、2本の親指が見える人は、頼もしいリーダーかつ主催者です。責任を取る覚悟ができており、自分の行動がどのような結果をもたらすのかを理解しています。噴火が見える人は、利他的な性格をしています。周りの人に興味があり、助けたいと思っています。4、猿が見える人はいますか？そのような人は自立していて、自分のスペースを確保することが大切です。虎が見える人はリスクを取ることを恐れません。頑張れば不可能なことは何もないと思っています。5、夕日の前に木が数本見える人は察する能力が高く、気楽な性格をしています。猫の顔が見える人は強い決意を持っています。自分で決めたことは必ず守り、何があっても目標に向かって動きます。6、顔の輪郭が見える人は内向的な可能性があります。騒々しいパーティーは好きではありません。肉体的にも精神的にも疲れてしまいます。サックス奏者が見える人は外向的です。人と話すのが大好きで、すぐに友達が作れます。燃え尽きないように休むことを忘れないでくださいね。7、自然の風景しか見えない人は毎日様々な出来事で忙しくしています。習慣が嫌いなので、いろんな活動を取り入れることを好みます。そうすれば同じことを毎日続ける必要はありません。絵の下の方を向いている隠された顔が見える人は計画的な性格です。計画しないと安心できないので、計画なしの人生は難しいと感じています。8、シマウマがよりはっきり見える人は話すのが好きで、人々に囲まれるのを楽しむ人です。新しい友達を作ることがあなたの趣味。退屈なルーチンに従うことを嫌います。ライオンがよりはっきり見える人は落ち着いたライフスタイルが大好きです。信頼できる数人の友人や家族と充実した時間を過ごしたいと思っています。周りに人が多すぎるとエネルギーを使い果たしてしまうので、混雑した場所を避ける傾向があります。9、顔が見える人は親しみやすく、のんびりしています。人々はあなたが人々を気にかけていると感じます。だからこそよくいろんな人に相談されるんです。いざまずいている人と魔法の杖を振っている人が見える人は野心的です。何をするにしても他の人よりもうまくやらなければと思っています。
10、猫が見える人は変化を嫌います。周りの人にとても頼もしい人だと思われています。同時にあなたは自分の感情を抑える傾向があります。顔が見える人は創造的です。新しいことを学ぶのが大好きで直感が鋭く、どこにでもチャンスを見つけることができます。崖が見える人はどんな問題にも取り組むことができます。それは人生に対してとても前向きだから。11、真剣そうな大きな猫が見えますか？そのような人は現実主義者です。全体像が見えるので適切に問題対処ができます。ネズミが見える人は楽観主義者です。どんな状況でもポジティブな面を見つけようとします。そしてほとんどの場合成功します。12、女性の顔がはっきり見える人はよく直感に頼ります。そしてその直感はよく当たります。また世界で起こっていることにしっかり目を向けています。花が見える人は自然の中でゆっくりとリラックスしたいとよく思っています。13、かわいい丸い顔が見える人はとても繊細で友好的な性格をしています。対立が嫌いなので平和的な方法で対処しようとします。鳥が2羽見える人は陽気で外交的です。また新しい出会いが大好きです。14、象が見える人は友達に忠実で家族に敬意を払っています。人々はあなたの友好的で思いやりのある性格が好きです。またあなたが聞き上手であることもよくわかっています。小さな村が見える人は伝統を大切にしています。創造しい都市での生活よりも平和でシンプルなライフスタイルを好みます。15、柱が見える人にとっては快適さと安全さがとても大切。安全地帯から抜け出すのは難しいと感じます。二人の人が見える人は人生が退屈になることはありません。好奇心旺盛で冒険好きなのでいつでも環境を変える準備ができています。チャンスがあればいつでも飛びつくでしょう。16、女性が見える人はとても分析的で思慮深いです。実用的な傾向があるので時に人々はあなたが冷淡であると思ってしまいます。老人が見える人はとても敏感で思いやりのある性格をしています。また創造的で芸術的です。17、2匹のワニが向かい合っているように見える人はいつも自分の人生のあらゆる状況をコントロールしようとしています。まず鳥が見えた人は他人の指示に従うことが苦ではありません。とはいえ自分自身の意見をちゃんと持っています。常に妥協点を見つける心構えができているんです。18、女性の顔が見える人は右脳が左脳よりも発達します。高い感情的知性を持った芸術家です。サックスを演奏している男性が見える人は左脳タイプです。とても論理的で分析的思考と数字を扱うのが得意です。19、ワニが見える人はおそらくかなり実用的でリスクを回避することを好みます。時には周りで起こっているネガティブなことに目を向けてしまいます。リラックスして人生を楽しむことを忘れないでください。川を下る二人乗りのボートが見える人は細部に目が行き届く性格です。創造的でどんなに難しい状況からも抜け出す方法が見つけられます。20、若い女性が見える人は楽しくて楽観的な性格をしており物事を前向きに捉えます。しかし時には衝動的になりすぎることがあります。おばあちゃんが見える人は人生経験が豊富です。すべての状況をさまざまな視点から見るのに役立ちます。21、アヒルが見えた人は非常に直感的で創造的なタイプで想像力に富んでいます。ウサギが見える人は優れた分析スキルを持っています。読み書きをはじめあらゆる問題を論理的に解決することを得意としています。22、リスが見える人は
物事を分析するのが得意です。論理的思考に優れているので、事実を明確にし、驚くほど早く解決策を見つけることができます。アヒルが見える人は創造的な才能があります。23、ほとんどの人はすぐにカエルを見つけると思います。自信を持っていてリラックスしている特徴があります。人とまっすぐ正直に誠実にコミュニケーションを取ります。馬が見える人は物事を深く考えようとします。自分の意見を持っていて揺るぎません。24、燭台が見える人は通常状況の全体像を見てから行動に移します。2つの顔が見える人は細部をよく見ることができます。あなたにとってポジティブな人々に囲まれサポートを得ることが非常に重要です。今回は驚きの錯覚画像にチャレンジしてみましょう。惑わされないように一生懸命集中してくださいね。1問目、これらの円を注意深く見てください。回転しているように見えませんか？それはただの錯覚です。全く動いていません。2問目、帽子の高さと幅ではどっちの方が長く見えますか？完全に同じ長さなんです。違う長さに見えるのは目の錯覚です。右の塔と左の塔ではどちらの方がより傾いていますか？見てください。違うように見えて実際傾きは全く同じです。ちなみにこれは斜塔錯視と呼ばれるものです。4問目、この画像には何色の色が使われていますか？たくさんの色が使われているように見えますが、実際には3色だけです。5問目、この絵の中の模様は動いていますよね。でも一つの楕円形に焦点を合わせると動きが止まって見えるんです。6問目、この絵の中には何が見えますか？もしかして動いている星？星というのは正解ですが、実際には動いていません。5問目と同じく1点に集中すると動きが止まって見えるんです。7問目、この画像の中には3つの円柱があって回転しているように見えませんか？でも絵の中央を見れば動きが全て止まって見えるでしょう。8問目、どっちの鉛筆が長く見えますか？2本ともまるっきり同じ長さです。9問目、この絵の中に3匹の動物を見つけられますか？木の枝に3匹のウサギが隠れていますよ。10問目、この回転する円を見てみましょう。3D 画像っぽいですが、実際には図形が回転することで 3D 効果が生み出されているだけなんです。11問目、画面の中央に焦点を合わせながら頭を前後に動かしてください。近づくと線が反時計回りに回転しているように見えて、離れると線が時計回りに回転しているように見えますよね。12問目、この格子の中には何かが隠れていますが、なんだかわかりますか？
見えなかったら頭を横に振ったり、画面から離れたり、目を動かしてみましょう。それでもダメだったら画面を明るくしてください。そうすれば猫が見えますよ。14問目、ここに隠されている英単語を読めますか？ベッドサイドって読めましたか？15問目、この絵を見てバナナに結んである紐がどれだかわかりますか？2本目に見えましたが、実は3本目なんです。上と下のどっちの英単語の色が明るいと思いますか？格子を取り除くと両方とも同じ色だということがわかりますよ。17問目、水平に並んでいる長方形は真ん中が明るくて、境界線の近くは暗く見えます。でも実際には色合いは全部同じなんです。18問目、 A と B の棒はどっちが長く見えますか？実は両方同じ長さなんです。この錯覚は脳が 3D 空間で知覚しているために起こります。そのため近くにある棒の方が遠くにある棒よりも短く見えるのです。19問目、この女性の両目は同じ色に見えますか？同じ色です。目の色とヘアアクセサリーを比較すれば分かりやすいですよ。20問目、一見明るい緑の背景の上を赤いファンが回転しているように見えますよね。でも真ん中の黒い点に集中してみると、ファンが回っている部分の緑色の方が周りの緑色よりも明るく見えることに気づきます。そしてファンの羽の部分の方が中央のディスクよりも赤く見えます。21問目、点滅している2枚のディスクは暗い背景の方が明るい背景のものよりも早く色が変わっているように見えます。でも同じ速度で色が変わっているのがわかりますか？そのまま見続けると背景によってスピードが変化して見えることに気づきます。両方同じ背景だと色の変化が同じに見えますが、片方の背景が明るくてもう片方が暗い場合、色の変化のスピードが違って見えるんです。22問目、ここに隠されている英単語は何でしょう？答えはクオリティです。23問目、黄色のモンスターと緑色のモンスターのどちらの口が長く見えますか？両方とも同じ長さなんです。24問目、ではこの画像に隠されている英単語は何でしょう？クワイトという英単語だってわかりましたか？25問目、直線がたくさんあって頭がこんがらがりそうですね。縦線が並んでいる正方形の方が横線でできた正方形よりも幅が広く短く見えますよね。この画像に隠されている3匹の動物を見つけられますか？木に3匹の狐がいますね。赤いフェンスの向こうで回転しているホイールを見てください。スポークが下に曲がっているように見えませんか？でも実際にはスポークは完全にまっすぐなんです。では確認するためにフェンスを取り除いてみましょう。28問目、
このホイールは時計回りに回転していて、スポークは反時計回りに動いています。でも、一本のスポークを注意深く見つめると、実際には一箇所に留まっていることがわかります。厳密に言うと、少し前に動いてから元の場所に戻っているのがわかります。29問目。この画像に隠されている英単語は何でしょう？答えはフェザーです。30問目、この絵の中には何が見えますか？答えは一つではなく、足跡に見える人もいますし、5本のボーリングピンに見える人もいます。31問目、この絵はどうですか？山水の溝と盛り上がりに見えますか？それとも3本の曲がったツヤのあるチューブに見えますか？ここでのトリックは、絵の右側はシワの入った表面に見えて、左側はチューブに見えるというところです。この中には何の英単語が隠されていますか？答えはチェンジです。ここにある青い線を見てください。2本ずつペアになって動いているように見えませんか？でもこうやって見るとひし形を描いているように見えますよね。34問目、この2つの木製の線路は違う大きさに見えませんか？下の線路の方が上のものよりも長く見えますが、入れ替えるとサイズが同じだということがわかりますよね。35問目、ここにある水平な線は平行に見えますか？すべて平行なんです。でも目の錯覚によってそうは見えません。36問目、ここにある2本の棒はどっちが長く見えますか？今回も答えは同じ長さだってそろそろ気づいてきましたよね。37問目、この画像の中に何か変わったものが見えませんか？ここにダルメシアンが隠れています。38問目、このチェッカーボードの中央は膨らんでいるように見えませんか？でも実際には膨らんでいるわけではなく、それぞれのチェックも正方形です。小さな黒と白の正方形を取り除けばわかりますよね。39問目、この画像の青い横縞は平行には見えませんよね。でも紫色の部分を取り除くと線が斜めではないことがわかります。それぞれの画像を見るための時間は10秒。ここでは隠された数字を読んでくださいね。最初は簡単なものから始まってどんどん難しくなっていきますよ。まずは簡単なウォーミングアップから。この答えは784です。次に行きますよ。5346という数字が見えましたか？ではレベルアップしてこれを見てみましょう。答えは725。ではもう一つ。
はい、786です。次の3つの数字を読めるのは全人口の 5% だけです。では試してみましょう。答えが6012だったら大正解。次のもトリッキー。182です。もし見えたならわしのように鋭い目の持ち主ですね。難しかったと思いますが、次はこれにチャレンジ。正解は3708。次は白黒の錯視をどれだけ見通せるか見てみましょう。ここに隠されている番号は476です。いいですね。え、簡単すぎ。では次はどうですか。86347だってわかりましたか。次は隠された英単語でテストしてみましょう。時間は10秒ずつです。ネバーだってわかりましたか。この絵になんて書いてあるのか読めますか。I can't sleep です。ここには英単語で月の名前が隠されています。頭をひねって考えてみましょう。もっと時間が必要だったら動画を一時停止しても OK。 ここでの秘密は半分だけ見るということ。ジュライだってわかりましたか。これはどうです。後ろに run という単語が隠されていますね。ではもう一つ。これはゴールドですね。これはトリッキーですよ。答えはグレイン。同じパターンのものをもう一つ。だんだん複雑になっていきます。頑張って。ミュージックと読めるのは天才だけです。英語が得意な皆さん、英語力を試す時が来ました。隠されたメッセージを探し当ててください。アルファベットを少し動かすと Prove them wrong となりますね。ここには何て書いてありますか。ここでも同じ。アルファベットを動かして The power of imagination makes us infinite が正解。ではこれはどう。Always desire to learn something useful が正しいメッセージでしたね。ではデザートの時間です。ここにあるアイスクリームの中には一つだけカップケーキが隠れています。
見つけることができますか？はい、ここです。おいしそう。これらのリンゴの中には一つだけトマトが混じっています。ラッキーだったら見つけられるかもしれませんね。見つかりましたか？これらの花の中には一匹蝶が隠れています。見つけることができますか？はい、ここです。この画像の中でパイナップルを見つけられますか？よく頑張りました。このカラフルな葉の中にあるキノコを見つけてください。よくできました。ではサファリはどうでしょうか？葉っぱに隠れてるのは何？はい、カメレオンでしたね。さすがにカモフラージュが得意ですよね。この岩のどこかにウッドチャックが隠れているので、10秒以内に見つけてください。うわあ、見えましたか？コヨーテは1頭だったら大丈夫ですが、仲間を連れてくるので面倒ですね。ここにコヨーテがいるかどうかチェックしてみましょう。少し奥の方から探してくださいね。ここに1頭いましたよ。足元に気をつけて。地面にヘビがいますので。いました。気をつけてくださいね。ここには何もいないように見えますが、目の鋭さをテストしてみましょう。美しいガゼルがいますね。見えましたか？次の錯視画像は1860年に作成されたもの。これは脳による奥行きと形の認識を試すためのもの。この絵の中にある黒い線と青い線はつながっていると思いますか？はいと答えたのなら間違いです。実は黒い線は赤い線とつながっているんです。次はこの錯視画像を見て最初に見えたものを覚えておきましょう。これは自分の性格について多くを語ってくれます。山のように見えたなら、あなたが地に足のついた人であるということを示しています。粘り強く、人から信頼され、物事を計画することを好みます。そして障害を乗り越えることにやりがいを感じます。安定性を高く評価し、リスクを犯さないタイプです。逆さまの狼が見えたなら、天性のリーダーであるということを示しています。ストレスの多い状況下でも感情をコントロールすることができます。他の人に称賛され、尊敬されていること間違いなし。でも必要に応じて助けを求めることもお忘れなく。これはどうですか？パッと見て口
唇に見えたなら現実的で常に物事をありのままに受け入れるタイプ。自分に起こったことや他人に言われたことに隠された意味を探そうとはしません。それゆえ人と仲良くなるのが上手なのです。木の生い茂った森に見えたなら野心家で根っからの完璧主義者。普通のレベルでは満足できず常にナンバーワンになりたいと思っています。自分や他の人たちを幸せにしようと努力するタイプでもあります。根っこに見えたなら非常に進歩的な人であるということ。新しいテクノロジーやスタイルに興味を持っています。そして決して落ち着くことがなく常に人生をより良くエキサイティングにしようとしています。では次に行きますよ。オウムのように見えたならパーティーが大好きなタイプ。注目の的になって派手な服を着て大声で話して大笑いするのが大好きなタイプ。友達からもかなり好かれています。綺麗なロングドレスを着た女性が見えたならミステリアスでアーティスティックなタイプ。他の人が積極的にいろいろなことに議論するのを観察することで自分のアートワークのヒントを得ることを好みます。詳細に注意を払い後でキャンバスに描いたり文章にするために覚えているタイプ。10秒以内に何が見えるかチェックしてみましょう。象とキリンがはっきり見えた人は信頼される勤勉な人だということ。自分自身と自分の仕事に責任を感じ他人をがっかりさせることを嫌います。人々に感謝され秘密を明かされるタイプです。木々の間にウサギが見えたなら単純ではなく常に何か言ったり行動を起こす前によく考えたりするタイプ。人生のあらゆる状況に対する攻略法を持っています。他人に受け入れられたり愛されたりすることを大切に感じているので相手を喜ばせるためには何でもします。これはどうでしょう。やり方は同じ。何が見えますか。2頭の馬が滝を横切っているのが見えたなら冒険好きだということ。新しいことに挑戦するのが好きで新しい場所に行きたいかと聞かれると必ず同意するタイプ。最終的に楽しめなかったとしても行かなかったことを後悔するより行動して失敗した方がいいと考えています。最初に複数の顔に気づいた人は常に全体像を観察し正しい決定を素早くすることができるタイプ。自分が何を望んでいるかまたどうやって目的を達成するべきかということをよく理解しているので自分の選択を考え直すことはありません。これらの資質はキャリアを積む上でかなり役に立つことでしょう。次に行きますよ。美しい風景ですが何か隠されていますか。海と岩しか見えなかったら落ち着いていてバランスの取れたタイプだということ。機嫌が悪い時もありますが常に人生をポジティブに捉え前進し続けています。岩に動物が描かれていることに気づいた人は詳細まで目が行き届くタイプ。人と対立する前に常に両方の意見に耳を傾けます。そして自分で調査を行い論理的な結論にたどり着くことを好みます。ではここでは何が見えますか。若い女性の肖像画だと思った人は外交的で誰かと一緒でないと一日を過ごせないタイプ。ソーシャルメディアが大好きで友達を増やすためにいろんなイベントに参加して楽しんでいます。馬や鳥が見えたなら内向的な性格です。外で一人でいるのが好きなタイプ。素晴らしい友達が何人もいますが自分のスペースを大切にしています。顔と馬が同時に見えた人は両方の長所を持っているということ。
100人の初対面の人がいるパーティーでも、一人で本を読んでいても楽しく過ごせるタイプ。この錯視画像では何が見えますか？女性の顔が見えた人は現実的で人生にかなり満足しています。他人にあまり期待せず、必要に応じて自分の立場を守る用意ができるタイプです。最初にサックス奏者が見えたなら、現実の世界よりも想像の世界を好むタイプ。大好きな趣味を仕事にすることが夢だったら現実化してみましょう。この絵はどうですか？年配の男性が見えたなら、常に同年代の人よりも賢く合理的だということ。人からよくアドバイスを求められるのはそのためで、人を助けるのが好きなタイプです。アーチの中に若い女の子と年配の男性が見えたなら、常に子供の心を持っているタイプ。自分の家族が何よりも大切で、常にアドバイスをしたり面倒を見たりしています。中心の点を10秒間見てください。3、2、1。次はさっと天井を見て数回まばたきしてください。色のついた正方形が天井に見えますね。美しい長方形の模様ですね。ですがよく見てみると、縞模様の背景に円が浮かんでいることがわかりますよ。中心の点を10秒見つめたらどうなるでしょうか。円の色が入れ替わりましたね。でも実際は今両方グレーなんです。でもあなたの脳が実際とは違う色を見せているんです。この錯覚でスマホが大きくなりますよ。よく見てください。魔法がかかりますからね。まだ見ていてくださいね。そして素早くスマホの裏側を見ましょう。ロゴが動いているでしょう。この画像には色が何色ありますか？3色じゃないですよ。黒と白の2色なんです。格子が交差してグレーに見える錯覚を起こすからです。こちらはどうですか？赤、青、黄色の3色だけです。内側の正方形が違う色に見えるのは格子と背景のせいですよ。格子が破れていますね。でもすぐに直せます。真ん中の点を15秒間見つめたらどうなるでしょうか。ね、直ったように見えるでしょ。これは脳が規則的な模様を好むせいです。真ん中から端の格子に広がっていくんです。この絵は完全に静止しています。一部分を見つめていれば動かないでしょ。これは周辺ドリフト錯覚の一例です。光の強さに強弱がある場合は、脳が情報処理するのが遅くなるため、画像が動いているように見えるのです。これは動いているか静止しているか分かりますか？10秒でお答えください。静止しています。これも対照的な色のせいで動いていると錯覚するんです。この絵の中に何頭の動物が見えますか？8頭隠れています。5頭以上見つけられたあなたはワシみたいに目が鋭いですよ。2本の黄色い線のどちらが長いでしょうか？絶対に上の方が長いって思いますよね。でも実は全く同じ長さなんです。背景の線など絵の中の他の要素に脳の注意がそらされ、間違った見え方をするんですよ。これらの2本の線はどうでしょうか？どちらが長いですか？今度も同じ長さです。丸の位置のせいで上の方が長く見えるんです。何色の色の名前が書かれているでしょうか？7色と答えた人正解です。集中力がありますね。間違いを見つけてください。数列は合っていますが、毛が2つあって余計です。海に潜りましょう。10秒で2つの絵で違うところを3つ見つけてください。
ご名答。こちらも同じように3つ見つけてください。すべて見つけられましたか？3つ違うところがあります。わかりますか？すごいじゃないですか。美味しそうですね。今回も3つ違うところがあります。見つけられましたか？2つの絵には5つ違うところがあります。10秒で見つけてください。お見事。2つの絵に5つ違いがあるのが分かりますか？何でも見つけられるんですね。子猫が8つの隠れたものを見つけるのを助けてあげましょう。にゃー、ありがとう。この犬、いろんな小さいものでできています。13個の隠れたものを見つけられますか？素晴らしい。秋は農家の人にとって忙しい時期です。20個の隠れているものを見つけてお手伝いしましょう。すごい、刑事さんになれそうですね。隠れたものを20個見つけられますか？時間がもっと必要なら動画を一時停止してくださいね。お見事です。今回は隠れているものが12個あります。ブチがたくさんあるのでちょっと難しいかも。できましたね。次に進みましょう。何が見えるかによってあなたの性格がわかるんです。これはどうですか？雪の積もった山がはっきり見える人は大抵は現実的な性格です。物事をそのまま受け入れ、計画を立てるのが好きで一歩ずつ着実に前進します。最初に馬が見えたならあなたは誰よりも早く物事を進めるのが好きでフルスピードで生きる人です。イライラしがちで集中してやらないといけない退屈な仕事は好きではありません。最初に何が見えましたか？森の中の静かな小川だった人は物事の全体像を見ています。周りの人々がイライラしていても落ち着いていられるでしょう。またどうすれば多数の中から素早く正しい選択肢を選べるか分かっています。不機嫌な顔が見えた人は物事を考えすぎる傾向があり、どんな状況にも問題を見つけます。友達を作るのがうまくありませんが、一度友達になると友情はずっと続きます。次の錯覚に進みましょう。ここに顔が見える人は明るい性格で忙しくしているのが好きです。どんな難しい状況でも問題解決するのがうまく、最良のアイデアを思いつきます。ドレスを着た美しい女性が見えた人は芸術家です。どんなことからもどこへいてもインスピレーションを得られるのです。文章を書いたり絵を描いたり歌ったり曲を作ったりするのが大好きです。これは簡単ですよね。木に止まろうとしているフクロウが見える人はチームで働くのが得意で一緒に仕事がしやすい人です。一緒にやった仕事で他の人と共に褒められても気にしません。自分の意見を言うのを恐れすぎることもありますが、あなたの意見は素晴らしいってことを忘れないで。遠くからあなたを見ている女の子が見えた人は優れたコミュニケーション能力を持っています。大勢の前に立っても緊張せず SNS に自分の生活のいろんなことを載せるのが好きです。これはどうでしょう。滝が目についた人は旅行して新しい場所を探検するのが好きです。退屈以外何も怖くないのです。新しい冒険をしたり場所に行ったりすることはいつでも乗り気です。若いカップルが見えた人はとてもロマンティックです。いつだって愛が勝つと信じているのです。誰かに意地悪されてもすぐに許し理由を探そうとします。この絵を見てどう思いますか？岩の上に一人で立つ人が見えたならあなたは内向的な傾向があります。
考えをまとめたりエネルギーを充電するため一人の時間が必要なのです。友達は多くありませんが友達に対して忠実です。女の子の顔が見えた人は自分の夢の世界にいることが多いでしょう。より良い人生にしようと常に努力し、時に日々の生活にある良いことを忘れてしまいます。時々は今を楽しむようにしてくださいね。これは何に見えますか？木の模様が見える人はたとえどんなことであっても本当のことを言うのを恐れません。いつも的を得ていて気持ちを変えるのは簡単ではありません。でも時々は他人にアドバイスを求めてそれに従ってもいいんですよ。背中を向けた女の子が見える人は他人の感情を傷つけることを恐れています。いろんな意味で衝突を避けようとし、他人のご機嫌を取るためだけに賛成することもあります。この面白い模様の中で最初に見える動物は何ですか？まずキリンが見える人は面白くて影響力やカリスマ性があります。私みたいに伸び伸びした性格でいつでもエネルギーにあふれているので友達がたくさんいます。そして誰でもどんなことに関しても説得することができて、その才能を賢く使います。最初に猫が見えた人はたくさん話すのがあまり好きではなく、遠くで観察し見たことを分析することの方を好みます。自立していて自分のことは自分でやり、自分自身のルールがあってそれに従います。最初にアヒルが見えた人は 100% 楽観主義者です。全ての瞬間を楽しみ人生の明るい面を見ます。新しい場所を探検することや新しいことを学ぶのを楽しみ、無限の好奇心があります。象に目を留めた人は忠実で正直な人です。全てのこと、そして周りの全ての人を大事にします。家族や友達はあなたを信頼して助けを求めます。あなたはどんな問題も解決するのです。まずクマが見えた人は論理的で保守的です。自分自身の価値観を持ち規則正しく生きるのが好きです。視力深くて観察が鋭く調和を求めます。ウサギが最初に見えた人はエネルギーにあふれていて、他の誰よりも周りに喜びを振りまくことができます。ユーモアのセンスがあって想像力も豊かです。自分の幸せを他人と分かち合うのが好きで、自然にパーティーの主役になれます。最初にライオンが見えた人は根っからのリーダーです。ゴールを決めてどんな困難があってもゴールにたどり着きます。成功できると常に自信があるので、人々は喜んであなたに従います。こんにちは。それぞれの錯視を見る時間は5秒間です。心の準備はできましたか？ではでは行きますよ。どっちの黄色い線の方が長いでしょうか？私はすぐ分かりましたよ。え、違う？長い方なんてありません。どっちも同じ長さなんですから。これはポンゾ錯視と呼ばれていて、脳は背景を基準にオブジェクトのサイズを判断します。この場合脳は上の線の方が遠いと判断しているので長く見えるんです。次も線ですよ。この線は互いに平行になっていますか？平行です。これも脳は背景を基準に判断しているんです。短い交差する線はすべて長い線がおかしくなっているように見せているんですよ。この画像の赤い線はどうでしょうか？まっすぐですか？それとも曲がっていますか？これはヘリング錯視です。一見曲線に見える線は実はまっすぐで互いに平行なんです。でも背景を見るとそう見えませんよね。何個の色が見えますか？赤、紫、緑と出ましたか？違いますよ。この錯視を拡大してみると、すべての球体が同じ色であることがわかります。手前の縞模様は球体が異なる色であると思わせるのです。手前の縞模様を消してみると、球体はすべてベージュ色であることがわかりますね。エイムズの部屋へようこそ。ここでは何でもできちゃいます。どっちの子供が大きいと思いますか？エイムズの部屋は通常の長方形の構造にしか見えません。しかし斜めになった壁と傾斜している天井と床があり、右隅は左隅よりも近いんです。脳は長方形の部屋に慣れているので勝手に画像を修正します。部屋は普通に見えるのですが、中の人は奇妙に見えるというわけ。この槍には尖った先がいくつありますか？正解は3ではないですよ。真ん中の部分は空っぽです。
上部をよく見てみましょう。2つしかありませんね。何の動物が隠れているでしょう。頭を揺らしてみてください。もしくはズームアウト、ここから見ると線の後ろに猫が隠れていることがわかりますね。ではこの画像の1点だけを15秒間見続けてください。何も考えずただ見るんです。画像が消えていくように見えませんか？これは脳内のニューロンが情報をフィルタリングするために発生します。つまり何が必要で何が役に立たないかを決めるんですが、一点に焦点を合わせると脳は新しい情報を受け取ることを拒否します。そして周辺視野は周囲の白い背景から新しいデータを取得し、それにグラフィックを適合させるんです。次の錯視に移りましょう。この円は動いていますか、それとも止まっていますか。動きなんてありませんよ。これは静止画像を動くものとして見ることができる周辺ドリフト錯視の一例。瞬きをせず画像の一部を見つめると、その部分の動きが止まります。何個の黒い点がありますか。3、4、6、いやいや合計12個ありますが、一度に全て見えないんです。それは周辺視野が機能していないから。この画像何が見えますか。線があって真ん中に青い円が見える人は残念ですが違います。背景は完全に白なんですよ。青い円は存在しません。脳は空白部分に色を足しているんです。これはどうです。この面白い形、何色に見えますか。前の錯視と同じように全て空白で白です。これはウォーターカラーイリュージョンと呼ばれるもの。脳は明るい線と暗い線が境界線となっている形を明るい色で埋めているのです。この画像 3D ですか。完全に平らなんです。真ん中の白い影が膨らみ効果を作り出します。近づくと輝度が広がっていることに気づくでしょう。次の問題はとてもシンプル。このスパイラルを最初から最後まで目で追いかけましょう。実はこれはスパイラルではないのでできないはず。同心円で構成されています。あなたの脳はこのおかしな背景に混乱しているので空白を埋めるのです。どっちの長方形の方が暗いでしょう。信じられないかもしれませんが、列 A と列 B の下の長方形は全く同じ色なんです。周囲に黒と白の列があるので列 A がはるかに暗く見えるというわけ。この2人の正しい影はどれでしょう。正解です。鍵が1つ解除されていますね。5秒で見つけられますか。ナイス。この図面には1つパーツが欠けています。3つの選択肢の中から正しいものを選びましょう。わかりましたか。キノコの中に小さなネズミが隠れています。どこでしょうか。いました。かわいいですね。クラゲの中に気球が隠れています。見えますか。これ間違いなくクラゲではないですよね。鳥たちが話しています。しかし一匹だけ静かです。それはどの鳥ですか。このカタツムリです。コーヒーが欲しくなりますよね。
コーヒーはどこにあるのでしょうか。そう、ずっとそこにあったんですよ。ペンギンたちはみんな似ているように見えますね。でも一匹だけ特別です。皆さんわかりますか。この子の目は少し違います。もう一段階レベルアップ、どれが違うでしょうか。鋭い目を持ったあなたは探偵になれますよ。他とわずかに違う植物があります。5秒で見つけましょう。ありました。月がたくさんありますね。他と違う月はどれでしょう。わかりましたか。サファリにやってきました。右側のシマウマと左側のシマウマには違いが5つあります。それは何でしょう。3つしか見つかりませんでした。え、あ、なるほどね。このライオンはどうですか。わかりにくい違いもありましたね。皆さん全部見つけましたか。次はこの羚羊。鼻も違ったんですね。美しくて平和な光景ですね。ここにも違いが5つあります。全部見つけましょう。素晴らしい。忙しい都会生活の写真が2つあります。問題はこれまで通りですよ。3つしか見つけられませんでした。滝を見に行きましょう。2番目の画像は何かがおかしいですね。わかりましたか。秋って素敵な季節ですよね。違いを5つ見つけましょう。最高。ビーチの時間です。5つの違いを見つけないとリラックスできませんよ。ゆっくり休んでください。まだまだあります。次の画像が何に見えるかによって性格がわかります。まずはこちら。本を読んでいる女性に見える人は実用的で目標を持っている人です。また働き者でもあります。計画を立てるのが得意で感情をコントロールする方法を知っています。サルバドール・ダリの顔に真っ先に気づいた人は根っからの芸術家。仕事が創造性と関係なくても絵を描いたり文章を書いたり音楽を聴いたりして自分なりの表現方法を見つけています。最初に肘掛け椅子に気づいた人は人生において簡単で明白な解決策を探すことはありません。あなたは常に自分のユニークな世界観で他の人を驚かせているのではないでしょうか。これはどうですか。何に見えます。傘を持っている女性に見える人は偏見がなく初対面の人とでもすぐに仲良くなれます。そのためたくさんの友達がいます。他人に囲まれて過ごすことを楽しみ全てを共有しています。悲しい男の顔に見えるあなたは年齢以上に賢明です。時々立ち止まって人生について考えます。その際は一人でいることを好みます。友達はそれほど多くはいませんが忠実でいつでも彼らを助ける準備ができています。次の画像はどうですか。水辺に座っている男性に見える人は賢いです。行動や言葉に注意し重要な決定を下す前にもよく考えるので自分がしたことに対して後悔することはめったにありません。顔に見える人は理性よりも感情的です。あなたは常に新しい未知の道を選び決断を下さなければならない時はあまり長く考えません。すぐ泣いたり笑ったりしますが
物事を素早く乗り越えることもできるタイプ。次の作詞はこちら。楽しそうに遊んでいるリスに見える人は探検家です。一箇所にとどまるのが苦手で、常に新しいことに挑戦し、新しい場所を訪れるのが大好き。とてもアクティブでカリスマ性があり、周りの人もそう思っています。女性の顔がはっきり見える人は計画に固執することを好み、サプライズは好きではありません。生まれながらのリーダーであり、他の人に仕事を任せるのが得意です。彼らはあなたを尊重し、あなたに従います。これはどうですか？活気のない森林地帯のように見える、そんなあなたは文系よりも理系に向いている可能性が高いでしょう。どんなガジェットでも直すことができ、説明書通りに操作することが得意です。また脳も整理整頓されているはず。すぐ動物が見えた人は芸術や創造性のあるものが好きなのではないでしょうか。マニュアルなんてものは存在しません。その瞬間を生き、自分の心の声を聞きます。各問題5秒差し上げます。では始めましょう。この絵を見て初めに思いつくのは何ですか？最初に木が大きな虎に見えたら、あなたは今の自分の人生に満足していて、笑顔で目覚めることができているはずです。自分の仕事を楽しみ、素晴らしい家族や友人に囲まれています。変化を起こすつもりは一切なく、毎日を楽しんでいるようです。木と小さな虎が描かれた風景が初めに目についた人は、過去にどうにか解決したい問題を抱えていた経験があります。今は全てに慎重になっていて、のんきに駆け回るようなことはできないようです。こちらはどうでしょう？滝の描かれた美しい金色の景色が見えたら、現在少し秋を感じているかもしれません。何事も問題はありませんが、華やかな感情や冒険が欠けています。小さいことから始めてみましょう。新しいレシピを試してみたり、今まで着たことがないような服を買ったりしてみましょう。はじめに少女が見えたら、最近少しいっぱいいっぱいになっているようです。仕事、趣味、私生活で常に周りの一歩先を行こうとするあなた、少し自分に休みを与えて自分の速度で生活してみることも必要です。景色に身を潜める動物が初めに目に入ったら、あなたは自分の人生の全てに満足しているものの、頭では別のことばかり考えてしまっています。今よりさらに素晴らしい人生を送っている自分という異なるシナリオを頭の中で考えています。ずっと夢見ているようなことに実際にチャレンジしてみると良いでしょう。お次に行きましょう。これは何に見えますか？明らかにギターだと思う人は楽しむことが大好きな人物です。あなたはポジティブなエネルギーを周りに広めます。だからこそパーティーでも中心的な存在になるでしょう。新しい人たちと仲良くなるのが得意で、友達がたくさんいます。水に反射する木の風景だと思った人は、新しい人に近づくことに慎重です。はじめはおとなしそうに見えるかもしれませんが、新しい人を受け入れる準備さえできれば、強い絆を形成することができ、相手をがっかりさせません。さて、こちらはどうでしょう？大きな黄色い目の魚が見えた人は、ルールを重んじていて、それを破ることを良しとしません。トラブルを避けることを好み、型にはまらないようなことは絶対しません。大多数に従い、問題が起こったときはその責任を他人と共有できるということに安心感を感じます。絵の中に大きな船が見えるという人は、たとえ正しいことであったとしても大多数に従うことはありません。根っからの反逆児で、ルールは破るべきであると考えています。チャンスを手にして勝ち取るタイプです。単純な絵に見えますか？それとも裏の解釈があるように見えますか？複数の羊と狼が見えた人は、人生の変化に適応できるタイプです。永遠に続くものはないという事実を受け入れて、全ての事柄にポジティブな意味を見つけようとします。そのため前に進んで、心配事ではなく、もっと重要なことにエネルギーを注ぐことができます。
大きな狼と小さな狼が見えた人は、人、場所、状況を手放すことが苦手なタイプ。混乱を招くため変化を好みません。物事が完璧でなくても、慣れているからという理由でそのままにしていくことを好みます。時には手放して自然の流れに任せましょう。こうすることで神経を無駄にしなくて済みます。さて、こちらはどうでしょう。北極熊が見えたあなたは精神的に安定した人です。人生では全てを計画することはできないと分かっているため、サプライズを受け入れてその状況の中で喜びを見つけます。完璧に舗装された道にとどまっていれば、楽しい思い出を作ることはできないと理解しているんです。確実に手が見えるという人は人生の全てを計画したいタイプです。期待通りに物事が進まない状況に耐えられません。賢い決断を下す前に必ず全ての可能性を模索します。夕食に食べるもの一つにしてもです。もっと伸び伸び生きてみましょう。意外と楽しいかもしれません。ここでレベルアップ。隠された意味を見抜くことができますか。湖と白鳥が見えるという人はほとんどの場合気分がぶれない現実主義者です。何からも誰からも大して期待しません。優しく許しの心を持っていて、どんな振る舞いにも理由があり受け入れることができます。そのおかげで落胆から自分自身を守ることができます。山の中で演奏するバンドが見えたら、現実より自分の夢の方が心地よく感じるタイプです。物事のあるべき姿というビジョンを持っていて、自分の期待ほど他人が勇敢でなかったり優しくなかったり思いやりがなかったりすると悲しくなります。他人に強く当たりすぎないようにしてください。こちらはどうでしょうか。初めて見えたのが花瓶だった場合、あなたは自分にスポットライトが当たることを好まないタイプです。才能にあふれた創造的な人物であるあなたはシャイで、他人の視線が自分に当たることを好みません。そのため直接自分に注目が集まらない執筆、絵などの芸術活動で自分を表現します。向かい合う横顔が見えたら、あなたは注目を集めることが大好きで、全てにおいて自分を目立たせたいタイプ。大きな声で冗談を言ったり、スーパーで歌い始めたりしてしまうことすらあるでしょう。エネルギーに満ち溢れているあなたは、舞台に立って注目を集めることでそのエネルギーを消化します。こちらは少し抽象的ですが、皆さんはどう思いますか。確実に年老いた男性だと思った人は節約上手。予算を計画して計画外の買い物をすることがありません。優先順位を把握していて、何かが不足しているように感じているわけでもありません。ただただ節約が好きなんです。絵の中に馬が見えた人は、予算通りに生活しようと試みているものの、あまりうまくいってない人です。数ヶ月かけて車購入のために節約をしていたのに、夢の靴を見つけて即出費なんてことも。大事なことは自分の幸せです。あまり心配しすぎる必要はありません。さて、お次、この絵には何が見えますか。はじめに年老いた人の横顔が見えた人は、全身全霊で臨めば人生何でもできると信じています。いい意味で忍耐強く頑固。目標を設定して夢に向かって一つ一つこなしていくことができます。夢というよりは計画という言い方を好みます。馬に乗った男性、川、地面に横たわる人影が見えたら、あなたは運命を信じるタイプです。多くのことは起こるべくして起こると信じています。怠け者だというわけではないですが、時に成功はただの運であると確信しています。不快な決断をする必要がある場合は待機して問題が勝手に解決することを願います。次お願いします。寒そうですね。皆さんは何が見えますか。雪降る山に見えたら、あなたにとっての優先は心地よさ。自宅が全てであり、いろいろな場所に移動することを好みません。何か一つに集中したり、物事を適当にしたりはしません。ちょっとしたディティールのためにお金と努力を費やすことを惜しみません。はじめに巨大な顔が見えたら、ちなみに私の顔じゃないですよ。あなたは思い出と感情に投資するタイプです。愛する人と新しい場所に行けるのであれば、野宿も何のその。移動が複雑になるため、あまり物を買いません。必要なものは全てバッグに収まる量、
それでも十分満足感を感じることができます。この絵を見て初めに思いつくことは何ですか？確実にシマウマだという人は愛する人のためにサプライズを用意するのが大好き。受け取るより与えることを好みます。家族や友達を喜ばせるためなら世界の果てまで向かうぐらいの意気込みです。相手の喜んだ顔があなたにとって何よりの喜びです。気が見えたらあなたは他人にプレゼントをあげるより自分がもらいたいタイプ。贈り物が気に入らない時もそれを表に出さずに相手の気分を害さずに最高に喜んでいるかのように振る舞います。自分の方法で善意を働いているんです。